渡辺三郎8月11日隊は、日本のスキー指導者。山形県、旭村出身。山形県スキー連盟所属。元全日本スキー連盟デモンストレーター。現在は全日本スキー連盟専門委員、湯戸の山スキー学校代表。インターハイで優勝するなど学生時代より、スキー選手として活躍し、高校卒業後ザオスキー学校に、所属。 1977年より全日本スキー技術選手権大会に出場。旧、ベと呼ばれ、技術戦の花形種目である、旧斜面ウェーレルニア、総合格好など難易度の高い種目を得意とし、1986年、1987年連覇を果たす。その後もトップ選手として活躍。1996年40歳で、 トップ10の成績を維持したまま引退。現在もスキー誌に解説等たびたび登場し、その人柄の良さから、一般スキーヤーからは、サブちゃんの愛称で親しまれている。また、長男の渡辺浩二も現在デモンストレーターとして、技術戦で活躍中である。バブル期スキーブームの火付け役となった、方が私をスキーに連れてってでは、主人公である、矢野文夫のスキー吹き替えを務めた。 ありがとうございます。